ゲームの魅力的なところとしては日頃得られない体験が得られるところにあると思っていて、例えば私は FPS が大好きなんですけども、 FPS のような超人的な動きはできないですし、あとは RTS も好きでして、 RTS のこう自分が司令官になっているような雰囲気にもなれないので、そういうところに私はすごい魅力を感じています。私がグリーに入ったきっかけは、グリーのエンジニアさんたちと他のカンファレンスなどで会うことがありまして、グリーのエンジニアリングスキルの高さにすごい惹かれて、私もこうなれたらいいなと思って、グリーに入ってます。やっぱり自分たちのプロダクトをすごく愛していて、必ずもう自分たちで作ったゲームはとことん遊び尽くす、でもっとよりよくできるためにどうやってエンジニアリングで改善していくかっていうのをエンジニアドリブンで改善できているっていうところですかね。僕自身もオープンソースソフトウェアが大好きだし、この会社としてもすごいそれを大事にしていきたいので、もっともっと、グリーで例えば生まれてきたテクノロジーっていうのをオープンソースソフトウェアとして公開していきたいなと思っているので、それが一番分かりやすくてすごい大事なポイントだなと思っています。グリーの開発っていう以前に、世の中の開発スタイルっていうのはこうもう本当もう毎年のように進化していると思うんですよ。ちょっと前までは本当みんな例えば CBS とかサブバージョンとか使ってもう Git みんな使うようになって、 GitHub 使うようになってっていう、グリーの会社っていうのもちゃんとその世の中の進化を踏まえた上で開発プロセスをしっかり作っていけば、その外から入ってくる人も素直にグリーの開発に入っていければいいんじゃないかなと思います。コミュニケーションツールとして GitHub Enterprise を中心に使うことになっています。 GitHub Enterprise で特に気に入っている機能とは、ネットワークグラフが見やすいので、こう乱れたコミットがないかとか、コミットツリーおかしいところの発見にすごい役立っていますし、あとハッシュがどこにでも出ているので、こう自分たちで分散開発をすごい意識するようになって開発を進めています。 GitHub の API があるんですけど、それを使って、一周にコメントとかコードにコメントがあったら必ず僕たちが使っている IM に通知をするようにしているんですね。そうすることで、エンジニア同士ですぐにコミュニケーション、例えばこのコードが悪いとかっていうのをはっきりと伝えることができるので、そういう面では非常に良くなったと思っています。